私は YouTube やることになりました。10月30日からパリはまたロックダウンに入ってしまい、まあ、大変な時期を迎えることになるんですけど、家族といる時間も増えるので何か楽しいことできないかなと考えて YouTube を始めることにしました。まあ出ないかわかんないんですけど、このチャンネルでは、まあ、雑誌やガイドブックに載っていないようなパリをお届けできればというか、まあそういうとこしか行けないんですけど、あとはまあウタとジョー、子供たちが現地校に行ってるので、そういう様子とか、まあ、日本とはちょっと違う風景をお届けできればなと思っています。まああと僕がまあ料理をやってるんで、料理の動画とか、まあちょっとずつ皆さんが楽しめる、ちょっと笑えるような動画を作っていければなと思うので、よろしくお願いします。温かく見守ってください。長男9歳ウタ、特技はルービックキューブ。学校の授業でルービックキューブを完成させる授業が半年間ありました。T'as quel âge ? 12 ans. T'aimes jouer au parc ? Oui. Il est où Nico ? Je monte à l'école. Il est où papa ? C'est content. YouTube 開設祝いのために牛タンを買いに行ってきました。当たり前のように異物混入しているものも売っている。それがフランスなのです。これを見ると食べれなくなってしまう人も出てくるのではないでしょうか。私が食べれるようになったのは最近です。食べることはできるけど、触ること、さばくことはもちろんできないままなのです。見せて見せて。何これ、うん、つまんねえな、マジで。ここから先は煮込みです。そして食べる頃にはもうすでに疲れが見始めております。そしてもりもり食べてるお兄ちゃんの横で何やら赤ちゃんが動き出しました。ご飯をお腹に入れて遊び始めてしまいました。